中国の就職難超氷河期というねコロナのねゼロコロナ政策ってあんなバカなことやったからですよゼロコロナやってしかも IT 企業バッシングして IT 人材なんかほぼ就職する場所ないですよ。若年の失業率、20? すごいですね。で、もともとね、国策で大卒を増やすっていう国策をして、大卒生が今、ガンガン増えてるんですね。で、みんなね、やっぱり中国、IT に夢を見ていて、たくさんの人が IT 人材になるべく、IT の勉強したんですよ。ところが、中国は、ゼロコロナ政策で、中国国内のね、企業は、新卒を雇える力がね、もうほとんどなくなってしまった。そして、アリババとか、テンセントとかね、そういう IT 企業は、政府からもう、ボー おぼこにされちゃってもう IT 人材を雇うどころか今首切りまくってるわけですよそして若年層の失業率20%ですよすごいですねちょっと日本では信じられないいやこれもしかしたらこういう不満が高まると本当革命が起きるかもしれませんからねまあ、ちょっと読みますわ 中国で大学生の就職戦線が厳しさを増しているコロナ禍の後遺症による景気低迷で企業が採用を絞る一方学生数は年々増加し16から24歳の失業率は20%超と最悪を更新した超氷河期への不満は有効な対策を打てない緊平政権に向き始めたなんか具体例が書いてあるんですけども中国の電気自動車 のえー、電池を作ってる会社がね内定者2,000人にやっぱ辞めますと雇えませんと連絡をしたというね話がありまして困ってる大学生の,、ね、あのコメントとかがあります国家統計局がまとめた16から24歳の失業率はこうした学生の、えー、就業難を背景に5月に 20.8%に達した2月の 18.1%3 月の 19.6%4 月の20.4%上昇が止まらず統計が始まった2018年以降で最悪となるそろそろ誰か書いてあるけど社会主義ですよ共産主義ですからね 共産主義って失業者20%ってわかんないですよねトップがあれですからね政府は1990年代後半から高等教育課による国力の向上を目指し大学の定員を急速に拡大した卒業者数は2000年の101万人からそれが2023年は1158万人ですからこれ23年間で10倍以上ですよ大卒者10倍以上 さらにコロナ禍の就職難の一時的な受け皿として大学院への進学を呼びかけたその大学院生が卒業期を迎えた結果19年比でも335万人40%急増1年間で大卒者40%増えただコロナ禍で就職難だからじゃあもう大学院行っとけって言って言った人が大学院も卒業ですよで、えー、普通の大学卒業生とガチャンコになってわーーもう一気に1年で40%増 すごいですね企業は1月に終了したゼロコロナ政策の後遺症による業績悪化で採用どころではない21年以降格差是正を目指す理念共同富裕に基づく産業界への締め付けの影響も残るそうだから共同富裕の名のもとにほら毛沢東政策ですよ稼いでる企業をぶっ叩いたわけですからバカなことしましたよね 中でも IT 企業は共産党政権から儲けすぎとして目をつけられ巨額の罰金や事業停止の対象となったアリババ集団やテンセントなどもリストラに踏み切り業界全体で少なくとも5万人が解雇されたとみられる IT 業界は高級と華やかさから学生の4人に1人が就職希望先にあげる人気業種すごいですね1100万人卒業生のうち4人に1人25%でもう300万人ぐらいが IT 業界行きたいって言ってるんですよ ところ、IT 企業、ほぼどこも雇えない。一段と狭き門となり、採用のミスマッチが広がる。中国は日本のような新卒一括採用とは異なり、インターシップを通じた就職が一般的。業務経験に乏しく、即戦力にかける多くの学生にとっては高いハードルとなる。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。